ちは、アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。皆さんに報告があります。我が家に再び胸アカオアリがやってきました。なんと大変大変ありがたいことに、浜田屋チャンネルさんがまたしても胸アカオアリをくださったのです。浜田屋チャンネルさん、ありがとうございました。今度は女王アリが暴起にならないよう、きちんと管理されたミルワームなどを与えて、大事に育てていきます。今日の動画では、この胸アカオアリの観察を行っていきます。蜜餌対決も行っていきますし、ミルワームを与えて捕食させるところも観察していきます。さらに、女王モミジがいなくなった後のモミジ一家の最新の映像も公開していきます。ですので、ぜひ、最後までご覧いただけると嬉しいです。まず、新たに浜田屋チャンネルさんからいただいた胸アカオアリのコロニーについてです。今回いただいた胸アカオアリのコロニーには、すでにワーカーが28匹ほどいます。女王モミジの時は、ワーカーが女王モミジの周りに集まっていませんでしたが、今回は女王アリの周りにワーカーが集まっています。女王アリ健康の証ですね。女王アリは健康であれば、集合フェロモンを放出するため、このようにワーカーは女王の周囲に集まります。続いて、新たに浜田屋チャンネルさんからいただいた胸アカオアリのコロニーで、蜜餌対決を実施していきます。比較する餌は、左から順にアリスさんのスイーツパウダークロ、我が家製のミルクシュガー、そして、KB ファーム製のプロゼリーです。餌の詳細や購入先については、説明欄にリンクを貼っていますので、そちらをご覧いただけると嬉しいです。では早速、胸アカオアリが蜜餌を食べる様子を観察していきましょう。まずはプロゼリーにワーカーが来て飲んでいますね。以前、もみじ一家でミルクシュガーとプロゼリーを比較した時は、両方を同じくらい食べて、引き分けという結果になりました。今回も胸アカオアリのワーカーはプロゼリーを食べていますので、少なくともプロゼリーに対する指向性は高いと思われます。夢中でプロゼリーを飲んでいますね。プロゼリーにはブドウ糖や、タンパク質が入っており、アリにとってはとても良い餌です。先月から、黒アリ、黄色シリアゲアリ、胸細アリで蜜餌対決を実施してきましたが、プロゼリーを一番食べたのは、この胸アカオアリになります。この後、ミルクシュガーやスイーツパウダープロへの食いつきはどうでしょうかね。しかしこの後、2時間以上待ったのですが、プロゼリーを一瞬食べたワーカーはいたのですが、他喉の餌も食べてくれませんでした。一匹のワーカーはスイーツパウダープロには興味を示しましたが、それも一瞬口をつけただけで食べませんでした。ちょうど冬眠モードだったため、餌の消費量が落ちている状態だったので、来年の春になったら、また同じ実験をしてみたいと思います。続いて、胸アカオアリにミルワームを与えていきます。ミルワームを食べやすいようにカットして与えてみました。早速食いついていますね。冬眠モードではありますが、ミルワームを食べてくれました。冬眠中、オオアリの仲間はミルワームをあまり食べず、また産卵にもほとんど直結しないと言われていますが、冬眠中の肉餌は、長い目で見た時にはプラスに作用すると思っています。なぜなら、女王アリは産卵をすればするほど、タンパク質を摂取すればするほど、卵巣が発達していくと考えられるからです。また冬眠中、養分が不足して越冬幼虫を食べてしまわないようにするためにも、たまに肉餌を与えるのは良いことだと思っています。続いて、もみじ一家の現在の様子について紹介していきます。もみじ一家は現在はワーカーだけとなり、30匹ほどいます。現在はミルワームなどの肉餌は与えず、ミルクシュガーだけで飼育しています。それでもワーカーはもみじの死去以来、
ほとんどなくなることがなく、ここまで来れています。もみじ一家のマーカーですが、春になったら新女王をお迎えしようと思っています。結婚飛行後の女王アリを採取し、マーカーと女王を冷却してから試験管の中で一緒にして匂い付けし、新たなコロニーとしてスタートする計画を立てています。女王アリが複数採取できたら、もみじ一家のマーカーを分割して女王と合流させたり、女王単独でコロニー創設する場合など、いろいろ試してみたいと思います。今回の動画、いかがだったでしょうか。新たに浜田屋チャンネルさんからいただいた胸アカオアリのコロニーには、もみじの越冬幼虫を用紙として出しています。これも含めると、春先には50匹ほどのマーカー数になる予定です。できれば、来年中にマーカー数百匹まで増やして、木星巣と石膏巣のハイブリッド巣に入居させたいなと思っています。女王アリが暴気にならないよう、餌には十分注意をして飼育したいと思います。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。